えー、なんと、頂き少女リリちゃんが4000万脱税で、まあ、告発されてますね。25歳。住所不定なんだ。で発表によると、えー、21年から22年、たったの1年でね、えー、勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った男性から騙し取った金、ね、1億1000万を申告せずに、えー、所得税4000万を、えー、脱税した疑いがある。ここさ、頂き少女リリちゃんよりもさ、 質なのかさこののささこ税金の高さだよね半分持ってかれちゃうんだね。半分よりちょい下しただけど、あの何もね、控除とかしなかったらね、これ闇だよね、はっきり言ってね。よくこれ分かったね。1億1000万ってね、銀行口座に入れてとか、まあ、あとあれか、被害者が申告したりとかか、でこれってさ、まあ、4000万無理だよね。払えないでしょ。持ってないから。どうなるんだろうね。 と同時に、まあこれをニュースで報じたのっていうのはさ、世の中にパパ活してる女性があまりにも多いからさ、これ流しとけばさ、申告する人が増えて税金取れるって判断したんじゃない国が。本当多いからね、真面目な人でもさ、まあ一見ね、パパ活してるからね。でもまあほとんどの女性はそのアプリで違った男性と飯食いに行ったりとかして、 その場でお金もらうからさ、その、バレようがないよね。で、要はさ、リリちゃんっていうのはさ、大きく稼いでしまった、大きく動いてしまったからこうなってるわけじゃん。まあ、これのさ、ソフトバージョンみたいな人はいっぱいいるけどさ、みんな逃れてるよね。だから、まあ、俺が思ったのはさ、まあ、インフルエンサーとか、YouTuber とか、まあ、企業の、ね、社長とかさ、大きいものにみんな憧れるけどさ、 大きいと大変だよね。金を動かすのってね、その分この税金だの保険料だの取られるし、税務署の目も厳しくなるから、だからお金は小さく動かして、幸福をね、大きくする、幸せを大きくする方法を考えて生きていくっていうのが一番正しいのかなって僕は思います。だからミニマムですね。子供の頃ってさ、金なんてなくてもさ、関係とかさ、鬼ごっことか、ファミコンとかしてさ、自分楽しかったもんね。そういう童心さがね、やっぱ大人になっても必要なのかなって僕は思います。まあ、以上です。どうもありがとうございました。